クレハカントリークラブは富山県富山市にある富山県内で最も歴史の古いメンバーシップ制のゴルフ場。毎年北陸オープンゴルフトーナメントが開催される。富山県のゴルフ場は1937年頃富山市郊外の大川寺公園の草っぱらに仮設コース6ホールが存在したという記録がある。戦後では1954年 立山の三田ヶ原にゴルフ場を計画し、コース設計家の井上誠一が建設候補地を視察したが実現しなかった。また、1956年、富山県知事の高辻武国が立山山麓にゴルフ場と温泉を計画したが実現しなかった。1957年11月、電力の鬼と言われた松永安左衛門が、 北陸電力株式会社が建設中のアリミネダムの視察に誘われた時、アリミネは見たいが、富山県には飛行場もゴルフ場もないからといったことが、北陸電力社長の山田小作を発奮させることになった。以後、富山県のゴルフ場は山田小作を中心に動き始めることになった。1959年、全国のゴルフ場は150カ所を数えたが、 ゴルフ場がないところは山形県、福井県、富山県の3県だけであった。1957年、カナダ杯を日本に初めて誘致した勝利木松太郎は富山県の出身である。そして日本チームが優勝したことで日本全国にゴルフブームを起こした。ますます富山にもゴルフ場との声が増していった。北陸電力が中心になって ゴルフ場の建設用地探しが始まり、富山駅から30分、標高150メートルの呉れ葉町三熊の立山を望む高原25万坪に巡り合った。コース設計は立明寺に依頼した館は、区内庁造園市で、皇居吹上御園に6ホールのゴルフ場を造園したことがある。三熊のコース建設用地を見た館は、工事は、 難しいがいいコースができると診断した。1959年4月24日、富山県で初めてのゴルフ場だからと、富山カントリークラブと名付け計画に着手した。しかし、歴史を重んじる山田社長の意見で、クリハカントリークラブと解消された。1959年10月1日、コース造成工事が着工され、翌年1960年10月8日、 コースの造成工事が完成し、18ホールのゴルフ場が開場された。コース設計者の間の設計理念は、朝に一条を攻略し、夕べに一条を征服するパーセーブ狙いだったが、開場当初は難しすぎるとの評価だった。1972年7月19日、コース設計を竹村秀夫に依頼し、 9ホールを増設し27ホールに1975年10月にはさらに9ホールを増設36ホールとなり翌1976年には日本海コースと立山コースと名付けられた各18ホールのコースとなった。なお立山コースはパー71のため大会などでは日本海コースを使用することが多い。クラブハウス2階には 当クラブ30周年を記念して開設したゴルフミュージアムが設けられ、ゴルフに関する資料展示や当ゴルフクラブの歴史などを紹介している。会場60周年を迎える2020年に日本海コースの2番と15番ホールで合わせて108ヤード伸ばし、7013ヤードとなった。毎年7月に北陸オープンゴルフトーナメントを開催している。 1978年より一流ツアープロと県内アマチュアが参加すると山県オープンゴルフトーナメントとしてスタートし、1999年よりプロ並びに北陸3県のアマチュアが参加できる北陸オープンゴルフトーナメントと名称を変更し、現在も継続して行われている。ありがとうございます。